今日の県内は13地点で35度以上の猛暑日となり、熱中症の疑いで9人が搬送されました。上田市の最高気温は 37.7度と今年最も暑くなったほか、飯田市南信濃で 37.5 度、長野市で 36 度、松本市で 35.7 度など、13地点で猛暑日となりました。消防によりますと、熱中症の疑いで搬送されたのは20代から90代の少なくとも9人で、うち3人が中等症でした。長野地方気象台によりますと、明日は高気圧に覆われ厳しい暑さとなる予想です。また湿った空気の影響で午後は雨や雷雨の恐れがあるということです。